今日紹介するアドオンはリアルスノウというアドオンだよ。リアルスノウ、リアルな雪を作れるアドオンなのかな。なぜわかった。わかるでしょ。その名の通りリアルな雪を作れるアドオンだよ。雪といっても降っている雪ではなく積もった雪だけどね。ちなみに無料です。アメージング。使い方も簡単。アメージング。しかもリアル。アメージング。ダウンロードは公式の GitHub ページからできる。また最近気がついたのだけれど、最近のブレンダーにはリアルスノウが最初から内蔵されているみたい。なんだって。本当だ、内蔵アドオンの中にいる。以前は内蔵されていなかった気がするのだけれど、いつの間にか内蔵されるようになったみたい。内蔵アドオンは有効化するだけで使えるから簡単だね。インストール、あるいは有効化をするとこのようなパネルが使えるようになる。パネルの内容もシンプルだね。パネルだけじゃなく使い方もシンプルだよ。雪を積もらせたいオブジェクトを選択して、選択してアド・スノウをクリックするだけ。これは簡単。この簡単な操作性とてもいい。表示をレンダープレビューに切り替えてみよう。これは良い積雪。自動で追加されるマテリアルがリアルなのもいいね。良い質感だよね。ちなみにここの値を変更すると何が起きるの。カバレッジは雪が覆う範囲、カバレッジが 100% なら上面を全て覆うような積雪になる。この値を減らすとまばらな積雪になる。次はハイト。この項目は雪の高さを調節できる。これって積雪の上にさらに雪を積もらせることも可能なの。可能だよ。リアルスノウで作成した雪のオブジェクトはメッシュデータになっている。このメッシュデータを選択してそこにリアルスノウで積雪させると、どんどん積めるね。ちょ、どこまで積むの。このセレクティッドプレイシーズという項目は何。ここにチェックを入れると選択した面にだけ雪を積もらせることができる。例えばこんな感じのグリッドがあったとする。はい。エディットモードに変更して雪を積もらせたい面のみを選択する。それじゃあ市松模様で。 OK。 こんな感じで選択していって、オブジェクトモードに戻し、リアルスノウのセレクティッドフェイシーズにチェックを入れてアドスノウをクリック。市松模様だ。バックマンやインベーダーもいけるかな。いけるかな。雪でドット絵を描くための機能ではないけれどいけるよ。このようにこの機能を使えば雪が積もらせたいところを自分で細かく指定できる。より自分の理想に近い積雪を作り出すことができるんだね。そういえばこのアドオンの作者どこかで見たことがあるような。このアドオンの作者の方は以前紹介したアドオンリアルスカイと同じ作者さんだよ。あ、言われてみれば分かりやすいパネルに分かりやすい操作性と多くの共通点があるね。共通する哲学を感じるね。ウルフさん、素敵なアドオンありがとうございます。てなわけで今回は積もった雪を簡単に作成できるアドオンリアルスノウの紹介でした。冬のシーンのグラフィック制作に大活躍しそう。それじゃまたね。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。